こんにちは、ワンラーレンタカーの坂田源太です。本日は青森県八戸市六日町にあります弥勒横丁内のミミさんへ行ってきました。本日僕が注文したメニューは刺身盛り合わせ握りセットキンキン焼き純菜になります。それではいただきます。弥勒横丁はザ・八戸の観光地というところで、観光に来た際は皆さん行かれるのではないでしょうか。もちろん八戸市民にも愛されています。10人くらいが入れる飲み屋さん、飲食店が並んでいて、八戸の名物はここに来ればほとんど全て食べられるようなところです。本日行ったミミさんは弥勒横丁のゲートをくぐってすぐ右手にある黄色い提灯が目印のお店です。まず最初に出てくるお通しは大根とさつま揚げの煮物、イカの上に酢味噌が乗っているもので、特に僕はイカと酢味噌がこんなに合うなんて知らなかったのですが、すごい合うんです。美味しいんです。お刺身の盛り合わせは5種類の海鮮で、マグロ、イナダ、ホタテ、サバ、イカが盛られており、僕の一番美味しいなと思ったのはホタテの紐の部分です。このコリコリした食感がたまりませんでした。もちろん八戸産の新鮮なイカも美味しいに決まっています。握りセットはマグロ、サーモン、ヒラメ、あと貝が2種類乗っていたんですが、何の種類の貝か聞くのを忘れてしまいました。見てわかる方はぜひコメントで僕に教えてください。八戸に移住してから記憶上回転寿司でしかお寿司の食べたことがなかった僕ですが、初めて目の前で大将が握ってくださったお寿司を食べたんですけど、全て美味しかったです。目の前で握るのを見れたり、魚をさばくところが見えたりするのがカウンターのみのお店のいいところかもしれませんね。キンキンと聞いてもなんだそれと思った方もいるかもしれません。私は初めて聞いた時そう思いました。キンキンは別名キンキ、僕はこっちの方が聞き馴染みがあるのですが、青森や北海道の方ではキンキンと呼ばれているそうで、これも脂がすごい乗っていてプリプリの白身魚で、八戸は何を食べても美味しいなと改めて思わせてくれる瞬間でした。最後に出てくる純菜、食べてみなと言われた時はなんだそれ、聞いたことないなと思ったんですが、秋田県の三種町で収穫されたもので、食べるエメラルドと言われているそうです。古くから高級食材として珍重されているものらしいです。本日は酢の物でいただいたのですが、すごい粘り気があり、食感は葉っぱという感じで、なんか不思議な感じでした。味は美味しかったです。僕は好きでした。いつか好きなものはと聞かれた際は、純菜と答えられるような渋い男になりたいなとふと思いました。本日は初めて食べるものもあり、すごいいい経験ができたので大満足。すべての料理に大満足でした。現在、まずチャンネル登録者数1000人を目標に頑張っています。応援の気持ちでぜひチャンネル登録お願いします。他にも皆さんに紹介したい八戸の美味しい飲食店の動画がたくさん上がっていますので、またそちらの動画でお会いしましょう。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。こちらメニューになります。ワンラーレンタカー、メルセデスベンツ専門のレンタカーショップ、 J リーグ、 JFL 全チームファンクラブ会員様、ベンツが当日7800円から。八戸に来た際はゴーゴーワンラーレンタカー。動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。